代わっては市民活動支援センターの取り組みに関するお知らせです。市民活動支援センターの池田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず市民活動支援センターとはどういった施設なんでしょうか。はい、市民活動支援センターは名前の通り市民活動を支援する施設です。ボランティア団体や NPO 法人をはじめ多様な方々に活動や会議などでご利用いただいているほか、活動のご相談にも応じています。いろいろな活動や相談ができる場所になっているんですね。はい、羽ばたきという無料で利用できる活動スペースがあるのですが、そこでは毎日多様な団体個人の皆さんが作業をしていたり打ち合わせをしていたりと幅広い用途でご活用いただいています。羽ばたきという活動スペースの他にもいろいろなスペースがあると聞いているのですが、どのような利用ができるのでしょうか。はい、活動スペース羽ばたきの壁を利用した壁面展示のスペースや、活動に必要な物品を保管しておくためのロッカーやメールボックス、調べ物や資料作成を行うパソコンスペースがあります。その他にも様々な団体やイベント、助成金情報などを提供する資料コーナーなどもあります。市民の方にとって様々な用途で利用できる場所になっているんですね。そうですね、町の縁側になりたいというのがセンターの基本コンセプトになっているのですが、気軽に誰でも立ち寄ってもらえるセンターを目指して日々運営しています。市民活動支援センターにとって縁側はとても大切なキーワードになっているんですね。はい、その通りです。例えば毎年テーマを決めて市民の皆さんと交流を深めながら地域の課題について考える縁側フェスタやというイベントがあります。昨年はコロナ禍での開催となったため、コロナ禍のちょっと先の調布の未来を描こうというテーマで初めてオンラインでのイベント実施に挑戦しました。多文化共生、子育て、学生の自習スペース不足という3つの分科会に分かれて話し合い、コロナ禍で見えた課題や解決のヒントの共有などを通して交流を図りました。こうしたイベントの他にも市民活動支援センター独自で行っている事業があると伺ったんですが、教えていただけますか。はい、縁側ファンドという助成金事業です。この助成金は市民の方々からいただいた様々な寄付が原資になっている助成金で、ボランティア団体や市民活動団体の活動を支えています。そうなんですね。団体の皆さんはどのような用途で助成金を活用するのでしょうか。はい、例えば団体紹介のためのパンフレットやチラシの作成です。立ち上げたばかりの団体はもっと知ってもらいたいと思っていても活動資金が少なく、地域にとって意義のある活動をなかなか思うように広げられない場合があります。縁側ファンドはそうした活動の自立をサポートするために活用されています。団体を資金で支えているということですね。それは活動する団体にとっては助かりますね。はい、また縁側ファンドの特徴は資金でサポートするだけではなく、市民活動支援センターが持っている様々な団体とのつながりやノウハウを生かし、団体同士をつないだり相談を受けることで団体の活動が継続できるように支援も行っています。実際に活動されている方々からはどんなお声がありますか。はい、やはり活動スペース羽ばたきについては国領駅から徒歩1分という好立地で、土日も含め無料で利用できるため嬉しいというお声をいただいています。またフリー Wi-Fi の利用や夜間も利用できるため便利だというお声もよくいただきます。では最後になりますが、市民の方にメッセージをお願いします。はい、市民活動支援センターではさまざまなボランティア、市民活動のご相談を受けたまっております。まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。コロナ禍ということもあり、活動を自粛している団体、個人の皆さんも多くいらっしゃると思います。なかなか見通しの立たない不安な日々ではありますが、さまざまな感染防止対策や工夫を行いながら調布の街を盛り上げていけるような事業や発信をしていきたいと考えていますので、ご期待ください。感染状況が落ち着きましたらぜひ一度お越しください。スタッフ一同お待ちしております。
市民活動支援センターの池田さんにお話を伺いました。